change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. キャンピングカー一人旅、前回の続き。信州プレミアム牛の絶品晩ご飯、満天の星空とウイスキー、朝は絶景を見ながら朝食、至福のキャンプタイムが始まります。それでは晩ご飯を作っていきたいと思います。今日はまずは、ミニトマトとモッツァレラチーズとバジルの、カプレーゼ、サラダを作りたいと思います。まずはミニトマトを半分にカットします。量は自分の食べたい分だけ切ってください。ニンニクをスライスして使おうと思いましたが、みじん切りにしました。みじん切りの方はね、トマトにね、よくニンニクが絡むかなと思いまして、生ニンニクを入れることで味にパンチが効いて絶品になります。モッツァレラチーズ入れます。バジルをちぎって入れます。ちぎることでとってもいい香り。続いて塩を振ります。馴染む程度にね、適量かけてください。そしてブラックペッパー、私はねブラックペッパー好きなんでたっぷりかけます。でバルサミコ酢にオリーブオイル、だいたい絡まる程度かけてください。さあこれで完成です。トマトとモッツァレラのカプレーゼ。暗くなったのでランタンをつけます。灯油忘れてガスランタンを使うことに。忘れ物をしないキャンプはないかもしれない。変な煙出てる、燃料が漏れたかな。この日のメイン料理はビーフペッパーライス、信州プレミアム牛。おお、めっちゃ美味しそう。これを使って贅沢なビーフペッパーランチを作りたいと思います。ビーフペッパーライスね。ペッパーランチはお店の名前です。今回初出しのニューギア、フューチャーフォックスの外シングルバーナー用のステンレス遮熱板&テーブルです。かわいいですね。スキレットにみじん切りにしたニンニクを入れます。軽く炒めて香りを出します。ご飯をのせて、今回はスーパーでできたご飯を買ってきました。お肉とコーンを周りに散らします。そこに青ネギをたっぷり。バターをのせて、ペッパーライスの決め手はブラックペッパー。炒めていきます。うまそう、超うまそう。そこに焼肉のタレ、おいしそうです。この音と香りがたまらない。最後に追いブラックペッパーをたっぷりかけたらビーフペッパーライス完成です。それではいただきたいと思います。乾杯。後ろに白馬三山が暗い時に出てきた。やばい、今日星めっちゃ綺麗かも。いただきます。じゃあまずはバジルとモッツァレラとトマトの、カプレーゼですね。生のねニンニクを使うのがねポイントで、これも大好きなんですよ。これね、息子の、幼稚園時代のパパ友に教わったメニューです。いただきます。間違いない。これ
違いない、うん、バジルの香りとね、生のニンニクのパンチ、そしてペッパーランチ、いただきますよ。ペッパーライスだから。めっちゃうまい。あ、信州プレミアム牛すごっ。うわ、柔らかい。そしてね、脂がサラッとしてるから全然重たくない。うわ、絶品だ。もうちょっとコショウいっても、もうバリバリいっちゃって、うん、これはうまい。うん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 、あこれはたまらんな。いや、100点満点で言うと1億満点。はい、ありがとうございます。編集しながら何度も見てる私の気持ち、複雑です。金子貴俊チャンネル、夜の焚き火タイム。今回のニューギア、The Iron Field Gear のヘキサウッドストーブ。炎を眺めながらのウイスキー、最高です。空を見上げてみると、うわー、すごい星が、流れ星が2つ映ってる。はい、ということで1日目の、キャンピングカー一人旅、今日はそろそろ就寝しようかなと思います。夜は素敵にね、山が顔を出してくれて、はい、本当にいい一日になりました。またね、明日からも旅があるので今日は寝たいと思います。それではおやすみなさい。ございます。2日目の朝でございます。果たして外の景色はどうなんでしょうか。見てみましょう。うわー、来た。これですよ、待ってた景色。ご覧ください、こちら。めっちゃ綺麗。これを待ってた。じゃあね、この景色を見ながら朝食を食べましょう。以前ロケでお邪魔した、門前コーヒーさんの、今朝の朝食はキャンプの定番ホットサンド。パンの上にスライスチーズを敷いて、そこにガパオ風そぼろを乗せていきます。初めて使ってみるけど、さあ成功するんでしょうか。満面なくパンに敷いたら、こ
横に昨日の残りのカプレーゼ。一人でキャンプしてるとね、食材余るんです。無駄にしないようにリメイク料理。パンを乗せて挟んで焼いていきます。感じに焼けました。うう、おいしそう。完璧じゃん。おお、いい感じ。ではいただきます。抜群に美味しい。うん、うわ、うま。完璧だ。あ、うん、うん、あ、めっちゃ美味しい。あ、これうまい。一番今までで好きかも。うん、朝食に美味しいコーヒーとホットサンド、そしてこの絶景、最高に満たされました。食べ終わったらお片付け。設営も最小限にしていたから撤収作業も楽ちん。あっという間に片付きます。この後私は富山県に向けて出発。さて、どんな旅が待っているのか、それはまた次回をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。